そんなところに。そいつの体なんですね。そこにいるのならボス、完全に僕たちの勝ちだ。でも、ミスター、早く貫け、お前のスタンドをこの矢で。矢を放つんだ。矢は奴のところに戻っているというのに。ゴールドエクスペリエンス。弾丸だ、ピストルズ、弾丸を込めろ。うおー、ダメだ、もう。レクイエムの能力にはまだ私の知らない先があると。開始時間。そう、私の肉体が変わり始めたから。私を殺すのをやめたんだ。別のものに入れ替わっていく能力。プレリュードは終わり、本編が開始したから。私を殺すのをやめたのだ。ほんの数時間で別のものへ変わっていく。全て矢のパワーはこのディアボロのものとなり、世界は俺にひざまずく。取り囲め。よし、そこを動くな、ミスター。くそ、なんとかしなくては。レクイエムがどんどん離れていく。ジョルノ・ジョバーナ、この新エレン。それに、私は結構奴らに追い詰められていたかもしれない。スティッキーフィンガー。スタンドをつかめば肉体も動く。これでこの体を走らせる程度の動きはできるぞ。攻撃されるぞ、全員固まるんだ。時を飛ばされ。まさかすでに6発撃ったらしい。時を消し飛ばしながら走ってる。あの影だ。なぜ誰も矢に触ることができないのか。このディアボロの考えに間違いなければ、私が動くとレクイエムの影は太陽とは無関係に常に私の反対側へと動く。ということは、だからこいつを攻撃することは自分を攻撃することになる。この影を取り除けば矢は手に入る。そして影があるのなら自分だけの光がどこかにあるはずだ。奴はまだ矢をつかめてない。突っ込むぞ、ミスター。光は己の精神の灰だ。何をやってるの。掴んだぞ、矢を。このディアボロが。ゴールドエクスペリエンスは今。何をやられたのだ。矢を弾き飛ばせ。気合わせるな、ミスター。もう撃ってるぜ。残りでそのまま矢を弾き持ってこい、ピストルズ。
これはスパイスか。私が柔らかくしただけ。チューインガムのように伸びて拳にくっついていた弾丸を。トリッシュ、お前意識を。逃げたりもしない。それが邪魔ならなおさら登り切ってやる。お前さえ、娘よ、お前さえ生まれていなければ恐怖とはまさしく過去からやってくる。お前は私を本気で怒らせた。確かにこれでトリッシュ、過去の奴らの頭上も飛び越えられたな。